おはようございます。今日は冒頭発言が5件あります。まず1点目、文部科学省の幹部人事についてであります。本日の閣議で8月4日付局長級以上の人事について内閣の承認を得ました。局長級人事を含む幹部人事の内容はすでに配布している資料の通りであります。今回の人事におきまして、安倍内閣の重要課題として挙げられている教育再生に一定の成果が得られたこのタイミングで、山中事務次官が入隊し、教育改革を実行しつつ、政府の成長戦略を推進するためのイノベーション政策を実施するため、土屋文部科学審議官を事務次官に充てる人事を行いました。また、戸谷官房長を文部科学審議官に充てるとともに、官房長には藤原私学部長を起用することといたしました。内閣の方針に対応した女性登用につきましては、小松国立美術館理事を研究振興局長に起用することとし、このことにより局長以上15名中女性が3名、20% となりました。さらに今回入隊する吉田高等教育局長の後任には時は研究振興局長、また久保スポーツ青少年局長も入隊し、後任には高橋内閣官房審議官を起用することといたしました。私としては適材適所を基本とした人事を行ったところであり、新たな布陣により教育再生をはじめ文部科学行政をより一層強力に推進してまいりたいと思います。2点目はアメリカ出張についてであります。7月25日土曜日から27日月曜まで、知的発達障害のある方々のオリンピックである2015年スペシャルオリンピックス夏季世界大会ロサンゼルスの開会式に出席するためアメリカに出張いたしました。スペシャルオリンピックは米国においてはパラリンピック以上に知名度のある大会であり、開会式には選手観客を合わせて約7万人が集まりました。同大会の開会式におきまして、私は日本選手団を激励するとともに日本選手団を先導し入場行進をいたしました。同大会に日本の大臣が参加するのは初めてのこととなります。またティモシー・シュライバー国際本部長本部会長およびキャロエン・ケネディ駐日大使等と会談を行い、スポーツ教育文化の分野における連携協力、留学生交流の促進、日本の英語教育強化に向けた米国の協力等についての意見交換を行いました。文科省としては引き続き障害者スポーツのより一層の普及振興に向け、諸外国との連携を含めた取り組みを積極的に強化してまいりたいと思います。次に G7 教育大臣会合の開催日の決定についてであります。来年5月26日27日に開催される伊勢志摩サミットに関連して、岡山県倉敷市において開催される教育大臣会合については日程を5月14日土曜日、15日日曜日といたしました。大臣会合では教育におけるイノベーションをテーマに、21世紀において求められる教育の在り方や各国の協力について議論する方向で、 G7 各国と引き続き調整を進めてまいります。文科省としては教育大臣会合の成功に向け、開催地である岡山県倉敷市とともに連携し全力で取り組んでまいります。次に職業実践力育成プログラム認定制度の創設公募についてであります。教育再生実行会議第6次提言を踏まえ、文科省において大学等におけるプログラムの受講を通じた社会人の学び直しの推進を目的として、大学等における社会人や
企業等のニーズに応じた実践的専門的なプログラムを職業実践力育成プログラムとして認定することといたしました。今後のスケジュールとしましては、31日に認定要件を規定する告示を交付施行し、同日より大学等から公募を実施する予定であります。その後有識者等による審査を経て、12月頃に認定を行い、来年度より各大学等において認定プログラムが開始されるよう進めてまいります。また日本最高戦略改定2015、これは6月30日に閣議決定されたものでありますが、ここにおいて職業実践力育成プログラム等への教育訓練給付による支給の拡充について明記され、現在厚労省の審議会において検討されているところであります。文科省においては、本制度は社会人の学び直しを継続的発展的に拡大していくための土台となる仕組みであると考えており、今後社会人の学び直し関係施策や厚労省をはじめ関係省庁の政策との連携を行っていく予定であります。それからもう一つ、子ども霞が関見学デーについてであります。7月29、30日に26府省庁等が連携して子どもたちに対して、業務説明や省内見学などを行う子ども霞が関見学デーを開催する予定であります。文科省では私自身も子どもたちとの懇談を含め、全体で112の体験型プログラム等を実施し、子どもたちが親子の触れ合いを深めつつ、夏休みに広く社会を知る体験活動の機会を提供したいと思います。またこの機会に賛同企業等が500を超えた土曜学習応援団の中から51の企業団体大学等が参加し、子どもたちに対するさまざまな出前授業やパネル展示を行う予定でもあります。できるだけ多くの親子が参加していただいて、子どもたちの夏休みを有意義なものにしていただきたいと思います。以上です。ありがとうございます。では幹事社からいくつか質問させてください。まず新国立競技場を担当されていました久保スポーツ青少年局長が辞職ということになっていると思うんですが、こちらがその新国立競技場の見直し問題と関係があるのでしょうか。もしもそうであるとすれば、大臣自身辞職のお考えがあるのかお伺いしたいと思います。今回の久保局長の人事は後進に道を譲るという意味での勇退であり、総合的に判断したものであります。私の責任論についてはこの批判は謙虚に受け止めたいと思います。私としては新国立競技場の整備を2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催に確実に間に合う形で行う、また国民負担もできるだけかからないようにする、そのような形で責任を果たすということが最も重要なことであると思います。そのようなことをしっかり対応すること自体が国民の理解が得られるようにしていく第一義的大臣としてやるべきことであるというふうに思います。また今後省内で近々に検討検証委員会を発足いたしますので、その中でこれまでの検証検討とともに責任体制についても議論していただきたいと思っておりますので、率直にですね、あらゆるレベルでの責任体制についても検証委員会で議論をしていただく、その結果についても私自身はしっかり尊重する必要があると考えています。今のその検証検討委員会というのが大臣この間の会見でその9月ぐらいまでというふうに9月中旬とおっしゃったと思うんですが、その時にもしも仮にその大臣の責任という話が出てきたとすれば、その時にはというお考えはあるんでしょうか。私は謙虚に受け止めたいと思いますが、もちろんこれは政府の問題でもありますから、安倍総理等ですね、
の判断にもなってくるかと思いますが、トータル的に判断をしていくというふうにしていくことが必要だと思います。あと一つなんですが、新国立問題、またこちらもそうなんですが、霞ヶ浦アパートの立ち退きなど、あ、霞ヶ丘ですね、失礼しました、霞ヶ丘アパートの立ち退きなど、まだ進行中の作業もあるようなんですが、そのゼロベースでの見直しというのがどこまでの見直しなのかというのがご教示いただければと思います。はい、現在、閣僚会議を中心に整備計画の見直しを行っておりますが、新国立競技場の新たな整備計画は、できる限りコストを抑制し、現実的にベストな計画を策定することが指示されております。また2020年のオリンピック・パラリンピックの開催に必ず間に合うよう、新国立競技場を建設するためには周辺地域の取り壊し等の整備についても引き続き行う必要があります。都営住宅につきましては、現在東京都が都市計画に基づく手続きを進めているというふうに承知しています。昨日民主党の部会でですね、その文科省の方が、その霞ヶ丘アパートのもう見直しだという話が出たというような話が出たんですが、こちらは大臣は認識されていますでしょうか。ご指摘の文科省担当者の発言は、新国立競技場の整備計画が白紙となったことを、述べたものであり、都営霞ヶ丘住宅について言及したものではないというふうに聞いております。で、都営住宅につきましては、先ほど申し上げましたが、現在東京都が都市計画に基づく手続きを進めているというふうに承知しています。幹事社からは以上です。どなたか。はい、はい、見ている感じなんですけど、先ほどの大臣の発言で、その更新に道を譲るために言ったんですけど、総合的に判断したんですけど、更新に道を譲るという判断は久保さんの自身が判断して、その久保さんの判断を大臣に尊重したというような捉え方で今なっています。役員の人事を自分で判断するということは基本的にはありえませんので、これは大臣として判断したと。はい、一般的に言うと、公的なこの時期の交代などで公的だとか、やめさせたみたいな捉え方もできると思うんですけど、そういうことではないですか。定例の人事であり、なおかつ総合的に判断したということであります。はい、公共庁人事の関係なんですが、今後検証委員会をされる場合は、国交省にも事情を聞かなければいけない場面が出てくると思いますけれども、今回、辞職されるということで、それに対して影響と、あと、久保さん、大臣の判断ということなんですが、移住されるようなことはあったんでしょうか。もう一度申し上げますけれども、今回の人事は、定期の人事異動として行ったものであります。で、一方、新国立競技場整備経緯検証委員会におきましては、新国立競技場の整備に関する経緯をより客観的に検証するため、第三者により検証を行うものとしたものであります。検証内容としてですね、考えているのは、当初の競技場工事費1300億円の積算根拠と経緯はどうであったのか、またザハ・ハディッド案の選定経緯はどうであったのか、そして平成25年12月に提示された工事費縮減額の1625億円の積算根拠と経緯はどうであったのか、工事費が1625億円を大幅に超え2520億円となった経緯はどういう経緯であったのか、計画の見直しを検討すべきだったタイミングというのは実際にいつであったと考える、また文部科学省 JC の役割分担と責任体制はどうであるべきなのか、どうであったのか、こういうようなことをですね、検証項目の例として今叩き台として考えておりまして、何人かはもう了解得られましたが、できるだけ早くですね、了解得てスタートをしていきたいと思います。その中において、責任問題も含めて議論をすることとなるというふうに考えていますので、それを踏まえて
適切に対処していく必要があると思います。はい、私新聞の対話といいますと、同じことで申し訳ございません。先ほどの久保さんの人事の関係ですが、まあ、役人の場合、本人が自分の意思でということはありえないというご説明だったんですが、後進に道を譲るという表現は、これはもう本人以外にありえない表現ではないかと思うんですが、後進に道を譲ってほしいということであれば、これは事実上の処分だというふうに受け止められなくもないと考えています。いかがでしょうか。まあ、これは定例の人事異動であるということでありまして、まあ、年齢的にもそういう年齢であるということも含めて、まあ、総合的に判断したということであります。で、責任論はですね、これは私のことも遠慮なく議論してもらいたいと思ってますから、この検証委員会の中できちっとですね議論していただく、辞めたからそれでおしまいということではなくですね、どんな責任がそれぞれあったのかどうかということについては、検証委員会できちっと議論していただきたいと思います。はい、日本経済新聞の申し上げます。先ほどのご質問にも関連しますが、新国立の検証委員会で久保さんは実際に呼ばれてお話を聞かれる対象には必ずなるんでしょうか。まあ、それは検証委員会の方々が判断されることだと思いますが、まあ、局長でありましたから、多分その一人にはもちろんなると思います。はい、他は、はい、NHK の撮影です。一部報道、まあ、新国立競技場関連で一部報道があったんですけども、まあ、政府は屋根の会社の屋根の設置を見送るというか断念するして、まあ、8万人の規模は確保するという報道がありましたけども、それについても大丈夫です。見解というか、実際実情、それはまだ確定してないというふうに承知していますが、ただ多目的なですね、使用ということで結果的にコストがかかっているという部分がありますから、アスリートのための競技場であり、また国民に広く理解をしてもらうための競技場ということでありますから、できるだけコストをかけないようにするという意味では、欲張った使用ニーズに取られる必要はないと思います。はい、テレビ朝日の質問しますが、今回人事異動で担当が変わることなんですけども、こういうことで新国立については文科省としては新しい体制と臨むという理解でよろしいですか。まあ、局長は変わるということですが、それ以外別に、まあ、事務次官が変わりますけど、全員が変わるわけじゃありませんから、まあ、定期の人事異動の中で新たにきちんと責任を持って対応したいと思います。今回動かしてたのは事務次官と、まあ、局長ですから、そこが変わるというのは新しい体制になることはないんですか。まあ、これは新国立競技場を考えてですね人事異動したということではあります。新国立競技場のことを考えて人事異動したのではないということなんです。そうですね、定期人事異動、世の中的にはそうはなかなか受け止められないんですけど、まあ、しかし申し上げている通りです。大臣すみません、はい、産経新聞の田中です。まあ、定期的な人事異動が関連している質問なんです。定期的な人事異動ということなんですが、まあ、このタイミングで新国立を、まあ、中華でアポットしてやってこられた人事官制が担当職種で辞めるということで、内部として受け止めては今どのように考えているのか。これ繰り返しようですけど、定期の人事異動で定年の中で、そのようにしたわけであります。ただ検証委員会ですね、この責任問題も検討してもらいたいと思ってますから、そこで出た検証委員会の意見については謙虚に受け止めたいと思います。はい、よろしいですか。よろしいでしょうか。はい、いじめの関連なんですけど、26日に矢幅町の、連載選挙への報告書が出ましたけれども、まあ、その中でも担任がですね、まあ、声かけをしていたけど、まあ、現在前回の会議の通知を用意されているということでしたけれども、まあ、通知はその
いろんな人と連携してやっていこうという体制整備もそうなんですけど、まあ、やっぱりタイミングを気づかないと、なかなか発見に至らないという部分もある中で、そういった子どもに一番接している先生がどうしていったらいいかというのはどう考えますか。はい、この本件につきましては学校が事実関係を調査し7月26日に報告書を取りまとめました。まあ、その中で生徒が死にたい旨を生活記録ノートに記述したものの内容が学校内で共有されなかったことや担任をはじめ学校が生徒が自殺する可能性に気づけなかったことが明らかになったというふうに思います。で、今後は学校が今回まとめた内容をもとにいじめ防止対策推進法にのっとって矢巾町教育委員会において、調査組織を設置し検証が進められるというふうに聞いております。矢巾町においては単に担任の教員個人の責任を追及するのではなくて組織的な対応ができなかったことや子どもの SOS に気づけなかったことの要因や背景等を検証し再発防止に取り組んでいただきたいというふうに考えております。まあ、このような痛ましい事案を二度と繰り返すことがないよう文科省としては必要な指導助言を引き続きしっかり行ってまいりたいと思います。他よろしいでしょうか。いいですか。ではありがとうございました。はい。